じゃん。あ、また一本抜けた。あれ？あーあー！ポップティーン TV！ 毎度おきに、ホモバフィーです。今日は、じゃーん！ミクスのリップ22色のご紹介をしていきたいと思います。ピンク系とオレンジ系、ダーク系、赤系、ベージュ系のご紹介をしていきたいと思います。あーぽーん！まずはピンク系から手に塗っていくね。あ、でも結構マット。匂いが結構きつめで、海外っぽい感じの匂いになってます。じゃーん。めっちゃ見にくい。こんな感じになってます。めっちゃ見にくくてごめんなさい。でもこんな感じです。海外っぽいお色味で、そこまで濃すぎず、ブレーンを塗った感覚というか、結構マットになってます。マットです。じゃあ、お色味のご紹介をいたします。一番上の色が07番です。二番目のお色味が17番になります。三番目のお色味が11番になります。四番目のお色味が18番です。五本目のお色味が6番になります。六本目のちょっと薄ピンクな感じのこのお色味が13番になります。このお色味が8番になります。で、最後のお色味が3番になります。では早速この中から気に入った1色を口につけていきたいと思います。この時に一番つけてみたいなって思ったお色味がじゃーん、3番目の11番をつけたいと思います。はい、つけ終わりました。結構思った以上にマットで発色も良くて、しかもリップがこんな感じの形になってるので、ここの三角のところとかも塗りやすくて、ベージュがかかったピンクなのかなって思ったんですけど、意外とピンクが強い濃い蛍光なピンクになりました。じゃあベージュに行きたいと思います。じゃあ早速手につけていきます。さっきはちょっと見にくいところにつけてしまったので勉強してここにつけてます。うわ、すごいベージュ、コンシーラーみたい。じゃーん、こんな感じのお色味になりました。これは全部ベージュ系やったはずなんですけど、意外とピンク系も混ざってたなと私は思いました。1番目が15番になります。2本目がこんな感じで14番になります。3本目が9番です。4番目が16番です。5本目がこのお色味が2番になります。ここのお色味が4番です。で、最後の結構ピンクやなって言ったお色が19番になります。ってことで早速お口につけていきたいと思います。どれにしよっかな。一番気になったのがじゃじゃん、これは2番です。2番、こんな感じの色味になります。ここの色味をお口につけていきたいと思います。はい、つけ終わりました。どうですか、こんな感じになります。ここら辺でも匂うような、結構バニラ感がある匂いなんですけど、ずっといい香りが保ちます。発色も良くて、外国のリップなのにマットすぎずソフトマットになってます。この色味を使いたくて、でも潤いたいっていう方はその上からグロスとか塗ってもムラにならなくて浮かない感じになってて超いいと思いました。次はオレンジ系のお色味いきたいと思います。じゃーん、この2つはピンクなのかなベージュなのかな迷った結果、最終オレンジ系にしてしまいました。手につけていきたいと思います。でさ、聞いて、でさ、オレンジ系というよりかはさ、全部さめっちゃピンクなんやけど、ピンク系だ。あ、これは結構オレンジオレンジやな。じゃーん、どうですか、いい感じやろ。こんな感じになってます。こうマットでさ蛍光な感じになってます。ってことでこのお色をご紹介していきたいと思います。まず1本目、結構ピンクって言ってたお色が05番です。2本目が12番です。この最後のお色味は22番です。いつも的にはあのベージュ系なんですけど、さっきベージュ系を塗ったので、じゃじゃん、22番にチャレンジしていきたいと思います。じゃーん、塗り終わりました。こんなお色味はホノは結構初挑戦で、どうなんかな、マットやし結構蛍光やしって思っとったんやけど、意外と馴染みます。そこまで蛍光すぎず濃すぎず、なんか何よりマットなんですけど片付かない。結構うるうるはしてないんですけど、うるうる保ってるというか、あんまり唇が乾燥しないです。1本400円ぐらいかな、ミクスって超プチプラ商品になってるんですけど、それにしたらもうほんまにむっちゃくちゃいいってオノは思いました。レッツポー、赤系のリップをご紹介していきたいと思います。じゃーん、手に塗っていきます。じゃーん、こんな感じのお色味になっております。これで一塗りやから超ほんまに発色が良くてすごい。上は01番です。下のリップは10番になってます。塗っていきたいと思います。どっちにしよっかな。じゃあ私はこっち01番を使っていきたいと思います。
着終わりました。この服と結構一致してて可愛いなって、っていうかこの匂いバニラ系じゃなくてプリンかなって今塗ってる時に思いました。結構海外のリップってマットが分厚い感じのイメージがあるんですけど、このミックスはマットなんですけど薄い。わかるかな、わかる？こんな感じ。ほんまにマットが嫌いって人でもマットに挑戦してみたい、初めてっていう方でも絶対に使える商品かなって思います。次に行きます。じゃーん、最後のダーク系ご紹介していきたいと思います。じゃーん、こんな感じになってます。早速色味をご紹介していきたいと思います。一番初めのお色が21番になってます。2番目はこの色味になってます。20番になってます。めっちゃダークな1番目のお色味を口に塗って紹介していきたいと思います。塗り終わりました。どうですか、今回このニクスはセットで買ったんでこういうお色味がついてて初挑戦で楽しくてウキウキしてます。でもさ、意外とさこういう色もほのさん好きやからつけてみたいなと思ってたんやけど、こういう色って外国じゃなきゃ浮いちゃうなって思っちゃってつけれなかったんですけど、意外といけちゃうくない？どう？あかん？こんな結構茶色とか暗い系が好きなんで。めっちゃ好きです、こういう色。いやー、かわいい。全種類は口に塗ってご紹介できなかったんですけど、参考にしていただけたら嬉しいです。ほんまに可愛くてソフトでマット嫌いって子にも超おすすめやから、もうほんまに良かったです。じゃあ、次の動画で会いましょう。じゃあねー、バイバーイ。